まあ、なんて押し迫ってしまったんでしょう。早いですね、本当に1年が。でも清山さん、早いって言っちゃいけないっておっしゃいましたね。去年そう言いましたね。ええ、早くない努力をしてるわけでね、ええ、なるべく普段やらないようなことを、新しい挑戦をすると時間が長く感じるから、うん、まだこんな今年の中かと思うんですよね。そうですね、だから同じことやってるとすぐに過ぎちゃうんで、日頃やらなかったことを絶えずやってると1年が長いと、そういう話を去年しましたね。というわけで今月はね、日頃神社にお参りするときにお願い事ってすぐ絵馬に書いてしまうんですが、絵馬に書いてあるその絵のことがさっぱりわからなかった。で今月はずっとお話ししていただいたんですが、メルヘンの世界でもあるというすごくロマンチックな楽しいお話を伺って、で、今日はね、たった一つ伺いたいのは、恋というのはこれは何なんですか。恋というものは不思議なものなんだっていうのがありましたよね。本当に不思議なんですよね。あれね、だいたい恋のいる神社っていうのは龍神がいるんですね。龍神の思いの凝結したものがだいたい恋なんで、そのエネルギーを吸収しちゃうんです。そうすると恋というのは龍神様のお使いなんですか。お使いというよりも思いとかエネルギーを受けて大きくなったり生命を持ったりするんです。不思議ね。だけどこの恋の絵馬はどちらかというとその龍神さんの様のエネルギーを恋というのはいつも受けてるわけですから、大きな恋はね。だから霊界で言うと、要するに体力、まあ恋国を食べたら体にとか恋の血を吸うって言うでしょ。おじいちゃんがよく言って食べさせてくれました。そう、恋の血を吸うと結核が良くなるとかね、本当に体力がつくんですよ。ただしそういう龍のエネルギーを持っているものをどうしても体がこれでございますので、このね、これ別にそうやって神社を取ってはいけませんよ。だから恋がそういう働きがあるというので お願いしますと神明にお誓いを立てて恋のあれを食べてたら、本当にうぶすなの神様、神社の神様、力を与えてくれる。じゃあ体力、じゃあ体が弱ってらっしゃる方は、そう、病気の治癒を願って、この恋の絵馬に願い事。そうなんです。そうなんです。まあ本当にスモール龍神と考えていいですね。ともかく今月は絵馬のお話を伺ってまいりましたけれども、第1回目に清山さんは願い事をするだけではなくて、お礼をする時にもこの絵馬を、そうです、奉納しなくてはいけない。本当はお礼の時に最初にしたい以上にね、まあ玉串かお布施か、まあ神社もね、お金がなきゃやっていけないわけですね。昔は国家が賄ってみましたけど、戦後はもう独立単体の神社ですから、数計者の真心と常財がないとやっていけない。神主さん一人でもやっぱり生活が大変ですよ。だからそしていつも神域をきれいにしていただくおかげで、すがすがしくお参りができるんで、非常に経済的に神社は困ってますね。まあ有名な神社は潤ってますけどね、普通のね、神社は無人化している神社も多いですよ。少しでも日本人の魂のふるさとだから、神社が復興して本当の日本古来の精神が継承されていけばいいと、僕はいつもそう思っております。というわけで今月は絵馬のお話をしていただきました。